はい、みなさんこんにちは、マーサです。本日は回転ちゃんが行くの撮影で神奈川県にございますガイア浅見蔵大スロット館さんに来ております。神奈川ね、噛んじゃった。神奈川はね、9時オープンということでね、もう今日は私5時起きで張り切ってきました。もうね、1月2月とね、旅行ね、行ったりとかしたから、もうすごくね、散財したので、今日は絶対に買って帰ろうと思います。しかし、ゲート番号は128番。しかし、もうすでに今打っておりますね。どんな結果になったかは、どうぞこの後の動画を楽しんでご覧ください。それではどうぞ。まだいっぱいネタあるから後で話すね、はい、収録中に詐欺に遭いそうになったりもしたから1日目にそう、ほんと。あ、おはようございます。あ、すいません、ありがとうございます。頑張ります。あー、もうダメだ。どうしようかな。とりあえず北斗は取れる感じだ。とりあえず、あ、絆は空いてないね。あ、私もうすでにちょっと道に迷ってる。でもなんか入り口近くに北斗の島がさあったから、北斗のコーナーちょっと気になるよね。久々だから修羅の国行こうかね。え、あ、今日9日じゃないや、今日19日じゃない、349、なんか9ついてるからこれにしようか勝手なあれですけど、ちょっと久々に行ってみようかな。なんかそこまでまだギャフンと言わせられてないから、この台でちょっと久々に、もしかしたら今年初打ちかもしれないっていう感じで、じゃあ今日は北斗の拳修羅の国編で張り切って頑張りたいと思います。はい、それでは久々の回転ちゃんが行くです。今日はね、北斗の拳修羅の国編、おそらく私今年初打ちなんですよね。久しぶりに打つので、ちょっとね、いいところ見せられるように頑張ります。でね、抽選番号も120番ぐらいとかだったんで、ちょっとね、台がそんなに選べなかったんですけど、まあ、前回来た時、石川由美ちゃんも北斗の拳打てたでしょ。おそらく台数もね、多いし、メイン機種なんじゃないかなって感じかな。追加だね。まあ、そんなに修羅をね、打ってないってのもあるんですけど、まだもちろん北斗揃いも引いたことなければ、あの特等だっけ、あれすらもやったことないんですよね。そういえばちょっと今日はそこを目標にしよう、せめて。そう、私ね、すごく旅に出るのがね、趣味で、まあ、1年に2、3回は絶対ね、ブーンと外の世界に出るんですけど、でも本当に上海は私、まあ、中国方面は、香港はね、行ったことあるんですけど、上海は初めてで、結構いろいろとね、衝撃的なね、ことがいっぱいあったな。もう早速ね、初日にちょっとしたなんかぼったくり詐欺に遭いそうになったりとかして、なんか観光客を狙ったね、手口にね、まんまと引っかかりそうになったの、初日に。まあ、どんな感じだったかっていうと、なんかね、男女2人組に突然ね、写真撮ってもらえますかって言われたんですよ。なんかこの景色入れてみたいな。で、あ、いいですよって言って写真を撮ったら、そっからなんかすごい長い話が始まったんですよ。で、話を聞いてたら、男性の方は上海に住んでいる方で、女性の方は、まあ、上海に遊びに来たなんか中国の上の方に住んでる女の子だって言ってたので、すごい話が長いんですよ。とにかくトータルで20分ぐらいずっと話されたんだけど、最終的にはなんかね、お茶でも飲みに行こうみたいな話になって、
でその前にもなんかね変なねチャイナドレスのね写真を見せられて、なんかこのお洋服もすごい中国のなんか伝統的な衣装だから、なんかそれが安く買えるからなんじゃらかんじゃらとか言い始めて、え、そう怪しいと思い始めたんですよ。話長いし、でその話してる間によくよく考えたら、なんで上海に住んでる人がわざわざこの観光地のところで写真撮ってくださいってうちらに声をかけてきたんだろうと思い始めて、でも友達はなんかその人たちがすごいいい人たちだったからついていこうとしてたの、それに。だから私はもうピンともうすでに怪しいと思ったから、なんかもう5分だけでもいいから来いみたいなことを言われたから、あ、いいですいいです、ノーセンキューノーセンキューとかバイバイとか言って立ち去ったんだけど、絶対怪しいよねってなって、で調べたらネットでね超いっぱい出てきたんですよ。その後写真撮ってください詐欺が急増症中してるって。そうで、その後もその2人断った後にその声かけてきてもらったエリア見たら、ずっとねまたね次に声をかける人を探してて、あー危なかったって思ったでそのなんかサイトとか見てたら、そのお茶だけでもなんか5000円ぐらいするお茶を買わされたみたいなこと書いてあって、中国茶。そうだからもう着いて早々初日からは危なかったねなんて話をしてたんですけど、その次の日は、まあ、ディズニーランド行ったんですよ、上海の。そしたら友達が朝食べたホテルのなんか料理かなんかで当たっちゃって、結局なんか日本帰ってきて調べたらなんかノロウイルスだったんだって。結局はノロウイルスみたいなやつ。もうずっとねディズニーいる間ももう気持ち悪いとか言ってずっとなんかもうトイレと友達になったりとかしててさ、私だから一人でなんかディズニーランドでキャラクターと写真撮ってたすごかったな、散々だったな上海。面白かったけど、いやなんかさ上海ディズニーランドに行く前はまあいろいろとね情報は見てたから、まあ席あの列をさ追い越してきたりする人がいるとかさ、まあそういうのはまあ日常茶飯事になるんだろうなって思ってたんですけど、そういざそれを目の当たりにするとね、もうすごいね、なんだろう、すごかったね、とにかくそのあチャンス目、その追い越していく人たちに対して超キレイだす中国の皆さんみたいな、そうすごいね激闘ランブしてたみんなで、 でそれにそのどさくさに紛れて、あこれピーって入れてねこの後、そうなんかうちらもおめえとか言って腕掴んでまーとかやってやったりとかそうこれもピー入れてねお前らもずっととか超言いまくってたそう日本語で言うとさ分かんないじゃん向こう、だからもうそれでさストレス発散するしかなくって、そうだからね、ディズニーランドで列並んでる間もね、もうすごいね、超ね、中国人相手にね、もうね、ストレス発散してた。大体 P だね、これね。気になる方は直接、今度私に会った時に、私に直接聞いてください、何があったかは。いやー、もうだってもう、何回言ったか分かんない、まあ、これも P だねいいね、あーどこだ、ボーナス来るかな、来ないね、やっと初中断チリ仕事何気にいくらだ、あ、何気に8000テル使っております。終了、戦いすらしなかった、なんか先行き怪しいだこれ、大丈夫かなねまあ強いレイアク中段チェリー1回しか引けてないからさ、
まだ扉も開いてない状態なんだけどもう隠れミッキーにしか見えない私これそうじゃないの、これ隠れミッキーだよね。あ、1万円なくなっちゃった。追加投資。あ、残念。1万4000ドル、早い。とりあえず一発当てないと話にならないの。わっ、ステージ越したじゃん。本当かな。わっ、いるかな。弱生活しか引いてないよ。大丈夫、あと16ゲームある。あ、ここで引く。いるね、赤かったしね、赤赤ってきてるもんね。そうする方当たってたか、よかった。当たってるよね、大丈夫だよねよかったよかった、強制から当たった。長かった、488ゲーム、シロラだけど、よし、ここから使った分の1万5000テル取り返せるように頑張りますとりあえず振り出しには戻りたいね。ケンシロウ師匠、やっぱりね、ここは主人公で行こう。早速やりゃ結構出てると思うんだよな。とりあえず勝負玉をためないとね。ほら結構出るよね。やった、弱性化。あー、4つしかない。いけるかな、頑張ろう。ケンシロウでいくね。まあ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 、最初はね。お、やったよかった。なんかさ、少ない方がやれる気するよねギリギリ。あー、とりあえず5個まで稼げた。頑張れ。さっき勝てたからね、ハンに。ハンハン、あと3個。お、太陽だね。やばい、ラスト1個だ。あー、終わっちゃった。もうやだあー、すいませんでした。
数量165枚。やっぱ2連だね。ほんと最近2連勝しないんですよ。ガロでもホークトでも友だけどさ、白は久々に打ったから。あー厳しいな。降格したアウトでもなさそうだよね。あ、ガイザルいった。どっちなんだろう。中段チェリーだったらちょっといいんじゃない？おしょ、あ、ナイス！ボーナス来い。お、いいね。かよ。わー、発展したいなー。お、あと2ゲームだよ。あー、なんかこんなのあったっけ。ないよね、普段。なんか赤い稲妻みたいの。わー、いないの。あー、いたいた、よかった。これは降格スタートだったって思っているかな。まあでもそう思った方がポジティブでいいよね。よかった、当たりました。56ゲーム。あ、黄色だ、色付きだね。よし、今度こそ頑張ろう。持ちコインです。いいね。よし、何個？1個だね。いやー、たまらない。ダメだー。3個でダンクとかするしかない。ほら、なんだ、甘いか。もう夢も希望もない。もう強いもん、技が。これに対してのパンチダメでしょ。もう本当勝てないね。ちょっと増えた。くそー、厳しいね。あ、持ちコイン飲まれる。追加投資。次引いたあたりが一発ドカンと伸びてくれるといいな。いいね、いいね。ヘブン、天国ってことだね、きっとね。あー、ここで、ここで中断処理。あー、しちゃった。当たった、当たった。熱いね、熱いね。てか当たるんだよね、これでね。持ち込んでいけるかな。わー、高い高い。おしょ。よかった、ナイス中段チェリー。いやー、これは伸ばしたいな。とりあえず今投資が1万6000テリーです。避けたはいきたいね。よし、頑張ろう。
ウだね。やればできる。今日もケンシロウ一筋でいくから。あと3つある。3つもある。いや、ほんと厳しい。もういや、勝つかもしれない、分かんない。分かった分かった。今の今日一番嬉しいねいやー、ヒヤヒヤする。でもここが楽しいところでもあるんだよね、この台のね。うわー、一個だよ。長押しよかったー。いや、しぶといからね、私こう見えてもいけいけ。でも油断してはいけないからね。もうやだ。お、勝てよ。うわー、負けた。嘘でしょ。3連伸びないね。やっぱでかいの行かないとダメだよね。エティレベルもさ、はあ、持ちコイン飲まれてしまった。どうしよう。ちょっともう一発当てるまで頑張ってみて。飲めなかったら移動しようかな、ね、まだ1057回転だもんね。せっかく落ちたわ。21本。ライアクどこ行っちゃったんだろうね。まずいっすねいや、きっと次会いだったらドカンと言ってくれるはず。よし、あと天井まで半分ねえ、そんなこと言っちゃダメだけどさ。うわー、すっごい久々に見た。もうボコそうねえ、あー、泣くしみだけど嬉しいよ。久々に赤ザコ見た。もうそんぐらい全然今ね、役引かなくなっちゃってますよ。ちょっと静かにしたいんだよ、きっとね。そう、うわー、もう何年ぶりねえあー、やっと当たったボーナス。久々だね。久々だねじゃないや、初めてだよ。久々に当たった。これで入ってくれるといいね。856ゲーム。よし、いっぱいアベス貯めようね。
九条橋だよ、足りないな。勝てる気がしないよ。勝たないかな。あー残念だよね。一生懸命やってたのにな。残念。あー戦なくなっちゃった。ないね。4枚目です。よいしょ。久々に線が余った気がする。よいしょ。わあ、もういい。これで当たってほしいね。とりあえずね、早く当たってほしい。今1119なんだけど、どうせ天井で当たっても恩恵ないんだから。ありがとう。いっぱい出る。こんだけハマり散らかしたからさ、ヒヤヒヤだよね。4つ。頑張れ。おなじみのコブラだな。なんかね、得点あればいいのにね。負け負けだからだね。あ、負けた。
250枚。はい、それではここで店内の様子を見ていきたいと思います。まず入ってすぐが北斗の拳のコーナーになってます。どうやらね、毎週新台導入で、ね、増大してたみたいで、結構ね、北斗の拳のコーナーがここのね、ガイアさんではすごく人気のコーナーらしいです。そして、ジャグラーですね。結構ね、もう最初からみんな前ジャグラーに座ったんですよね。データも、ね、見やすいジャグ並みなんですけど、回数ついてるところは結構ついてるし、ね、そう、この台なんて別積みしてるしね、5106分の1だっていいなぁ。で、絆ね、ここはもうね、朝一埋まっちゃってたね。このコーナーはすごいね、今日すでにかなり回数ついてるじゃんね。で、この台も多いね。なんだろう、この円形の島が今日すごい出てるように見えるね。バスターも当たり前のように盛り上がってるね。ポセイドンだしあ、でもこれ7400枚。わー、でもすごいね、一撃で7400枚。わー、羨ましい限りだね。あとガルもこれすごい出てるよ。どうやったらこんな出るのすごいね、刺激、羨ましい。あ、こっちはモンハンか、人気だもんね。モンハンのゲーからイメと、あと新しいのと別に結構あるね。やっぱりジャグラーかな、台数がすごいもんね。地域最大級だって、端から端まで全部ジャグラーですね。全体的にジャグラーコーナーだったりとか、あとはもうおなじみの大人気のバジリスクの絆のコーナー、あとは最新台でもね、結構ねいい感じに盛り上がってるなっていうね印象を受けました。こんな感じかな。はい、以上マーサの店内報告でした。90でもダメだったんだからダメじゃんね、普通に考えたら。あ、カイゼルだよ、もしかしたら勝てるかもね。ケンケン、なんで出てきたのこのカイゼル様と戦うには100年早かったが、あ、当たってた。何なんだろうね、ナービスの基準はね本当にもう、よし、これからスタチャンスです。
頑張ります。あ、5個になってる、ラッキー。5個、結局準備中にチャンス目で稼いだ3つだけですね。もうお得意様だよ、ハンは。おお、勝った。やったね。ハンしか出てきてなくない？ね。もうマブダチだよ、あそこまで出てくると。おなじみの顔だね。あ、なんで最初の方からねこんな張り切ってくんないのかな。遅いよね。今変だったよね。追加だったのに赤だったよね。どういうこと？プスだよ。ああ、7個。なんで最初からこうなんないんだろうね。10個になったよ。わあ、ほんと遅い。突然威勢が良くなってきた。あし、14個もあるよ。どうしようね。あー、バーン。やっただね。あし、5回目。じゃん。うわあ。来たね。あ、しかも弱った。あー、ダメなの。嘘。だよね。よかった。あ、すっごい無駄遣いした。10個使ったんだよ。続けられるか。無になって叩くね、レバってる。あー、倒れた。あー、スロー。いやー、でも頑張ったよ最後ね。あのままね、なんか納得いかずにね終わるのはすごい気持ち悪かったから。本日の最高一撃王でした。スロー。よっしゃー、ちょっと回してやめようかなね。よし、じゃあキレがいいのでここで実戦終了します。まあ、結果はねご覧の通り惨敗な感じだったんですけど、まあ、後ほどエンディングお楽しみに。というわけで流した枚数は701枚でした。はい、実戦終了でーす。
もうちょっとね、最後ね、頑張ってくれればね、取り戻せたのになって感じの、ちょっとね、悔いが残る実戦でした。というわけで結果はこちらですね。久しぶりの今日ね、北斗の剣修羅の国編打ったんですけど、まあ途中ね1000ハマリぐらいか入っちゃったのがね、ちょっときつかったんですけど、まあね、しょうがない。最近結構調子よくね、勝てたので、たまには負けないとなっていうね、そんな感じですよね。まあゼロではなかったので、まあ良かったです。まあ次回リベンジすればよしって感じで、次回が頑張ります。はい、というわけで本日お邪魔しました、ガイア浅溝対スロット館さん。本日ね、撮影してる日が2月19日なんですけど、なんとガイア浅溝台スロット館さん、神奈川県のね、地域最大級のスロット専門店、なんと設置台数も309台、違ったね、390台ですよ。3と9ポイントだね。そう、390台です。なのでね、ぜひ皆様、いろんなね、バラエティでも機種あるし、最新台、話題機種、人気機種もね、たくさんありますので、ぜひぜひ皆様遊びに来てください。というわけでね、今日の回転ちゃん惜しくも負けてしまったので、次回は絶対に勝ちたいと思います。去年はね、すごく勝率が悪かったから、今年結構いい感じに来てるから、今年2017年は勝率上げて引っ越すし海外旅行も今年もいっぱい行きたいと思います。そんな感じです。次回の回転ちゃんもお楽しみに。またねー